こんにちは、東進 TV 学生リポーターの横山です。今回は京都産業大学のオープンキャンパスに来ています。文系理系を問わず全ての学生が集うこのキャンパスではどのような学びが結ばれ生み出されるのでしょうか。早速見ていきましょう。まずはキャンパスツアーにやってきました。こんにちは。京産大のおすすめスポットを教えてもらえますか。はい、お願いします。キャンパスツアーは高校生が巡りたい場所にカスタマイズして案内してくれるそうです。初めに案内されたのはこちら、グローバルコモンズ。グローバルコモンズです。コモンズというのは人が集まる場所という意味があり、いろんな生徒が勉強したり DVD を見たり英語の本を読んだり深み合って学習することができる結びの場となってます。私のおすすめはこちらの中央図書館です。この図書館、実はある建物をモデルにしているんですが、何かわかりますか。こちら奈良県の正倉院の阿是蔵造りをモデルに作られています。湿気を抑える効果がある造りと言われているので、たくさんの本があるので湿気から守る役割があると言われています。テスト期間になると学生の方がたくさん集まって、とっても快適な学習スペースになります。京都産業大学の魅力はやはり一拠点総合大学というところだと思っております。文系理系関係なく友達同士で話し合ったりすることで自分の価値観や学びの幅を広げることができるので、それが良いところだと思っております。なるほど、施設が充実しているからこそ生み出される学びがあるんですね。京産大のオープンキャンパスでは高校生が体験できるスポットもあるんですよ。こちらファブスペースにやってきました。ファブスペースはさまざまなデジタル工作機器を活用したものづくりや電子工作ができる実験的な学びの場です。こちらではこのマスクバンド製作の体験ができるということで、私もやってみたいと思います。これがレーザーカッターという機械です、はい、木とかアクリル板だったりとか、なんか革だったりとかガラスとか結構いろんなものにも使えると思います。完成しました。主に情報理工学部の学生たちが利用していて、授業で作るさまざまな製作物や研究のための実験機材、あるいはサークルや自主活動のためのものづくりに幅広く利用されています。ファブスペースを使っていくとさまざまな試行錯誤、トライアル&エラーがあります。その一つ一つが自分のクリエイティブにつながっていくと思うんですね。手を動かしながら学ぶということを大切にしています。情報理工学部ではさまざまなものづくり、あるいはプログラミング、情報に関する学びを行っていきます。例えば自分でこんなゲームコントローラーが欲しいという学生がいたら、そのゲームコントローラー自体を 3D プリンターを使って自分の形状をデザインしてプログラムを書いて自分で遊ぶ、そういったことが可能になるんじゃないかなと思います。なるほど、情報科学と他のさまざまな分野を結ぶことで新たな価値が生まれるんですね。京都産業大学の学びは宇宙にまで広がっています。こちらは主に理学部が使用する高山天文台です。理学部の特徴は多彩な専門分野へ発展するための徹底した基礎の学び。宇宙物理気象学科では数学や物理学の基礎をきっちり固めた上で、荒木望遠鏡を使って宇宙の謎や地球を取り巻く問題の解明に挑んでいます。続いて生命科学部の実験室にやってきました。私も参加してみます。2019年にスタートした生命科学部の特徴は、学問分野を超えた幅広い学び。社会と密接に結びついた3つの領域を柱に、生命の課題に挑みます。自分の研究内容は、脳腫瘍の細胞を使ってがんの増殖や転移を阻害する薬品の発見を目指して研究しています。遺伝子処理をしたりだとか、薬を入れてその反応を見たりだとか実験している感じですね。生命科学部での学びについて
先生にもお話を伺いました。学部の中にもさまざまな先生がいらっしゃって、いろんな研究ができるっていうところが産業大学の理系の楽しさかなと思います。世界で誰もやってないことをやるっていうことが楽しいので、自分で考えたテーマで実験をして、その結果を見ながらチャレンジして、で思わぬ結果が出た時も失敗と思わないで、なぜだろうなって考えていくところにすごく新しい発見があるところが一番理系の研究として楽しいところだと思います。共産大の魅力はワンキャンパスであることです。僕経営学部なんですけど、もう他学部の先生と出会えるってことですごくメリットに感じてます。なるほど、他分野の先生との結びで生み出される学びがあるんですね。就職にも強い共産大、資格取得のプログラムやキャリア教育が充実しており、就職を考えたら京都産業大学と称されるほど。学生にお話を聞いてみました。京都産業大学は就職支援、資格のサポートっていうのが充実しているため、就職率が高い大学になっております。資格取得のための学校に通わなくても、夏休みの期間や冬休みの期間で講座が受けられるので、そちらが本学の魅力だと思います。京都産業大学には目の前のことに本気で取り組んでいるたくさんの学生が集まっていました。さまざまな結びつきを感じられる京産大、君も新たな結びを見つけ、未来へのステップアップをしませんか？